はい、皆さんこんにちは、こんばんは。世界の半分をお前にやろう、ケタスケです。今回ですね、トルネコの大冒険3の大会を開こうと思っておりまして、その説明の動画となりますので、大会ってどんなのかなとか、参加してみようかなって思って、くださる方は、ぜひ最後まで、見ていってください。はい、第2回ケタ夏杯、夏休みだトルネコだということで、来たる、7月24日土曜日、明日なんですけど、急遽大会開こうかなというふうに思っております。その詳しい詳細を説明していきますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。はい、第2回ケタ夏杯ということで、大会の目的です。トルネコ3をみんなで楽しもうということで、やっぱり、未だに、プレイヤー人口の、体内トルネコの大冒険3なんですけど、僕も めちゃくちゃ大好きなゲームで、それが、いろんな人がプレイしてるっていうのが嬉しくって、みんなで盛り上がれたらなっていう思いで、この大会を開こうと思います。日程ですね、大会期間として7月24日土曜日、明日、朝10時から、23時の間で、プレイして、いただければなというふうに思います。それに先駆けて、開会式を行います。同日の24日土曜日の、9時から10時くらいを予定しております。ここではですね、ルール説明の、再確認と、それから時間が余れば、参加していただいた方の、簡単な紹介とかも、していきたいかなというふうに思います。それから閉会式、同日の、ちょっと夜遅いですけれども、24時から、25時くらい、1時間程度を、見込んでおります。ここではですね、順位発表とか、当日の、ハイライトを振り返ったりとか、みんなで、二次会的な感じで、大会の振り返りをしたいかなというふうに思っております。開会式閉会式は別に出席されなくても、構いません。ただの、より盛り上がればいいかなっていうので、設けてあるものとなっております。はい、大会のルールです。異世界の迷宮をより深く潜れた方が勝ち。それから、トルネコポポロどっちでも OK です。それから、PS2 版、GBA 版どちらでも OK となっております。それから、配信されている方、配信されていない方、どちらでも参加可能というふうになっております。配信される方のちょっと注意点として、ミラー配信をする可能性があります。ミラー配信というのは、配信されている方じゃない方が、その人を映して実況したりとか解説したりとかっていうのをミラー配信って言ったりするんですけど、そのミラー配信される方が、何人かの奏者を、同時に映して、あ、この人何か言ってるな、この人あ、もうすぐクリアだなとかっていうのをちょっと解説したりするんですけど、それも結構面白いんですね。なんですけど、ミラー配信嫌だなって方も中にはもしかしたらいらっしゃるかなと思いますので、一応ここで許可を取ってますよっていうことのために、参加される時に、ミラー配信嫌だよって方は NG 表記してください。ミラー配信やめてくださいねっていうふうに表記してください。で、その表記がない方は、みんなミラー OK というふうに見なします。なるべく確認作業とかの簡素化のためにこういうふうにさせていただきます。それからですね、ミラ改正大歓迎ということで、どしどしご応募ください。その他細かいルールは一切なしというふうにさせていただいてます。なるべく大会の参加のハードルを下げたいなという思いもありますので、細かいルールは一切ありません。それから、順位付けの詳細でございますね。同回数の場合はレベルが高い方が上、それから、打開の場合に限っては、タイムが早い方が上、打開した人たちに限ってはレベルが高い方ではなくてタイムが早い方が勝ちで、タイムが全く一緒だった場合、それはなかなかないと思うんですけど、タイムが全く一緒だった場合はレベルが高い方が上って形にします。それから、ポポロの場合は、ポポロとトルネコを、ごちゃ混ぜにしちゃうんで、ポポロの方がちょっと時間かかりやすいと思うんですけども、そこをちょっと平等にするっていうちょっと措置として、適切なタイムでもないのかもしれないんですけど、ポポロの場合は打開タイムをマイナス1時間として順位付けをしていきます。例えばですね、トルネコを打開された方が3時間かかりましたっていう方と、ポポロを打開しましたっていう方で、3時間っていう方がいらっしゃったら、ポポロ打開の方はマイナス1時間として、ポポロ打開2時間っていうふうに、計算します。でなので、このポポロの方の方が、タイムが早いので、ポポロ奏者の方が、方が勝ちというふうに、させていただきます。はい、続きまして、参加方法についてです。ツイッター必須と、させていただきました。ツイッターで、ここめちゃくちゃ重要なんで覚えてください。第2回ケタ夏杯、ここですね、第2回ケタ夏杯
シャープ、第2回ケタナツハイのタグをつけて、参加する旨をツイートしてください。で今のうちに、ツイートをしてしまってもいいです。第2回ケタナツハイ出場しますみたいな簡単なツイートでいいので、ツイートしてください。このタグをつけてツイートしてください。でそのツイートした後、勝手に始めてしまっても、OK です。まあこの勝手に始めてもっていうのはこの、24日土曜日の、10時を持って、いつも始めていいよっていうことですね。はい、で途中参加 OK となっております。配信とか見てて、あ、やっぱなんか俺もトルネコしたいなとか、急遽トルネコできるようになったなっていう方も途中から、参加 OK という形です。その方も同様で、Twitter でシャープ第2回ケタナツハイのタグをつけて、今からやりますっていうのをツイートしてください。で時間何時までに始めなきゃいけないとかっていうのは全くないんで、極端な話、夜の10時に始めちゃっても、OK です。構いません。それから、大会期間中はタグ付けをして、感想とか、途中経過の報告だったりとかハイライトとか、結果等々ですね、どん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 つぶやいていってほしいかなというふうに思います。閉会式の方で、このツイートを遡ってちょっと盛り上がりの状況を確認しながら、閉会式を行いますので、情報が多ければ多いほどですね、盛り上がるので、ぜひご協力のほどよろしくお願いします。はい、参加方法の注意事項に関してです。ケタナツチャンネルをフォローする必要はありませんが、フォローしていただいた方が、大会に参加しやすいかもしれないです。で、まあ、運営側の、発言も、あるかもしれないので、よかったら、チェックの方よろしくお願いします。この動画の、概要欄の、下の方に、ケタナツチャンネルの、Twitter のページに飛べるリンクがありますので、そこからチェックしてみてください。それから、参加、第2回ケタナツ杯のタグをつけて、出場しますっていう参加ツイートに対して、私ケタナツチャンネルが、確認しましたっていう、リプライをしますので、そこで、確認されてると、まあ、承認されてるっていうふうに、判断してください。もし僕の、リプライがなければ、僕が気づいていない可能性もあるので、何かしらこの YouTube の動画とかね、僕の、Twitter に DM を送ってもらうとか、直接ちょっと、お声がけいただけると非常に嬉しく思います。はい、それから、ミラー配信に移りたくないけど配信する予定の方はミラー NG と、この、ツイートにですね、表記していただければと思います。でミラー配信される方がいらっしゃったら、このミラー NG がないかっていうのを確認して、ミラー配信するように、よろしくお願いします。それから、配信される方は、URL、配信 URL ですね、 YouTube とか Twitch とかですね、その辺の URL を、その参加ツイートに貼っていただけると、ミラー配信もしやすいし、応援にも行きやすいので、ぜひとも、告知のほどよろしくお願いいたします。それから配信される方は、大会サムネを用意しましたので、それを使用されても OK です。で Twitter から、ケタナツチャンネルの Twitter からダウンロードできるように、なっております。それから、加工はバンバンしていただいて構いません。大会サムネ、これですね、これを、Twitter に貼っておくので、ダウンロードして勝手に使っちゃってください。右上の方に奏者っていう枠を作ったので、ここにできれば、自分の名前を入れて、サムネをちょっと加工して使ってみてください。前回大会の時に同じサムネを使ってくださった配信されている方が複数いらっしゃったんですけど、このサムネだけで誰の配信かっていうのが判断つかなくなっちゃったんで、ちょっと差別化を図るっていう意味で、このサムネを使っていただける方は、ちょっと加工して、自分の配信ですよっていうのがちょっと差別化できるようにちょっと工夫してみていただけると、助かります。それから、結果報告についてです。こちらも、シャープ第2回ケタナツ杯全く同じタグです。もう今回の大会ではこの第2回ケタナツ杯しかタグ使いませんので、これをちょっと覚えてください。でこのタグをつけて結果をツイートしてください。例1として、99回階段上で、あと降りるだけの状態で、直撮りまたはですね、配信の切り抜きを、撮影したものをツイートする。例えば、こんな感じですね。これ僕の配信なんですけれども、99回ですよ、それから、階段降りるだけですよ、で時間が分かりますよ、で、まあ、レベルも分かりますよと、これを、ツイートしてもらえれば、一目瞭然なので、こういう形で、まあ、直撮りもでも構いませんので、報告ツイートしてみてください。
てください。それから、例の2番として、8時間15分22秒でポボロで打開しましたっていう文字だけのツイートでも、OK と、させていただきます。これね、トルネコかポポロの要点として、トルネコかポポロのどっちで何回までいけたか、それから、打開の場合は、時間が分かれば、順位付けすることができるので、この情報があれば OK っていうふうに、させていただきました。これ本当にクリアしたのっていう、真偽が分からないじゃないかっていう意見も出てくるかと思うんですけれども、あくまでトルネコ3をみんなで楽しもうっていう大会なので、なるべくこう参加の、ハードルを下げたいっていう思いがありますので、そのあたりは、ご容赦よろしくお願いします。で結果が、まあどうであれ、走者を称えるように、していきましょう。まあ、極端にね、ポポロ30分でクリアしましたとか言ったら嘘つけってツッコミが入るんですけど、基本的には自己申請で、よろしくお願いします。それから最後に、お願いです。トルネコ3大会をみんなで楽しむイベントとなっております。走者、感染者ともにですね。なので、不快に思われるような攻撃的な発言だったりとか、行動は取らないようにご注意願います。やっぱりそういうふうにちょっと不快に思っちゃうことがあると、トルネコ3の大会開くのがちょっと億劫になったりとか、配信が億劫になったりとか、トルネコ3自体がうんってなったりもするので、みんなでやっぱり盛り上げていただければなと思いますので、ご協力よろしくお願いします。それから、参加者の方についてはやっぱ心理的ハードルが高いと思います。その大会に参加するっていうのはするしないっていうのはちょっとハードル高いと思うので、せっかく勇気を持ってね、大会やりますって言ってくれた方に対してはもうみんなで応援してあげてください。特にもうミダ会の方なんていうのは、このベテランの、中にこう飛び込んでいるので、特に応援してあげてください。自己ベスト更新58巻できるようになったイエーとかね、そういうのね、もう最高じゃないですか。その辺も盛り上げていただければなというふうに思います。それから、ちょっと、内容かぶりますけれども、閉会式の際はツイッターで、タグを遡って順位をみんなで確認します。そこで、盛り上がりの状況を振り返ったりします。でなので、感想とか、ハイライトのシーンとか、動画または画像とかですね、まあ、直撮りでも何でも構いませんし、それから、配信、誰々さんの配信見てて、うわめっちゃ惜しいとかね、うわ来たとかねっていうのをやっぱり文字で見ると結構テンション上がるんで、そういう盛り上がってるシーンなども、一緒に振り返れたらなっていうふうに思いますので、どんどんつぶやいていただけると、嬉しいです。その時もですね、第2回ケタナツハイというタグを、忘れないようにしてください。僕がこう振り返ってる時にこの第2回ケタナツハイのタグで遡っていくので、そこでこう確認できないのでね、タグがついてないと、ぜひとも、ご協力よろしくお願いします。で、まあ、閉会式のちょっとイメージとしてご紹介するんですけれども、こんな感じですかね。ケタナツ杯、これ第1回の時ですね、第1回ケタナツ杯を行った時の、これタグなんですけれども、こうやって死んじゃったよとかね、サソリカムキリに倒されちゃったよとかっていうのを、ツイートしてくださった方がいて、でそれから動画付きの方もいらして、ここで、閉会式の際にこの面白いシーンもあったよねとか、そういうのを振り返りながら閉会式していきたいなと思いますので、バンバンねツイートしていっていただければなというふうに思います。はい、それから最後に、参加しようかな、どうしようかなとお悩みのあなた、ぜひぜひ参加してみてください。本当にお祭りみたいな感じなので、その輪の中に入っていくとより大会が楽しめると思いますので、ちょっと迷っている方はぜひとも参加の方よろしくお願いします。それから、全てのトルネコラーに幸あれということで、どしどし参加の方、お待ちしております。参加の方法は第2回ケタナツ杯のタグをつけて参加しますっていうツイートをしてください。もう今からツイートしちゃっても OK です。それでは、皆さんのトルネコライフがより良いものになりますようにしたらな。